2022年10月から放送が始まったドラマ、サイレントにて、難聴の主人公という難しい役を演じ、話題になっているのが、アイドルグループ、スノーマンの目黒蓮さんです。美形で背も高い上に、おしゃれというのも大きな魅力ですが、家族もユニークで仲良しという素敵な一面があります。今回は、目黒蓮さんのプロフィールや、家庭環境などについて紹介していきます。目黒蓮さんは1997年2月16日生まれ、出身は東京都で、卒業した小中学校から推察すると大田区育ちの可能性が高そうです。ちなみに目黒家と同じスノーマンメンバーのラウールさんの実家がご近所さんという情報もあります。父、母、2歳下の弟の4人家族で、幼い頃から可愛い顔立ちだったらしく、幼稚園に通っていた頃は、キティちゃんなど女の子向けのキャラクターの服を着させられたりしたこともあったのだとか。目黒さんは2010年10月にジャニーズ事務所に入り、事務所内で結成されたジャパニーズハイで活動することになります。当時はまだ中学2年生でした。2016年11月からは宇宙シックスをメインに活動していましたが、2019年1月にスノーマンに加わり、スノーマン一本に専念すると決意を新たにし、現在に至ります。目黒さんはメンバー内でもひときわ面倒見がいい人物です。中でもスノーマンに入ったばかりの頃、タッキーこと滝沢秀明さんが主演を務める滝沢歌舞伎に参加していたのですが、毎回舞台が終わった後に、当時はまだ未成年のメンバーだったラウールさんを心配して、駅まで一緒に向かい、改札で見送っていたそうです。目黒さんは、夜の暗い時間帯に制服姿のメンバーを一人で歩かせるのは良くない、と帰宅方向ではない駅まで毎回付き添い、ラウールさんがホームの階段を上がるのを見届けてから帰宅の途についていたそうです。帰宅後は必ずラウールさんから連絡をしてもらうという徹底ぶりで、目黒さん自身スノーマンに入ったばかりで忙しいはずなのに、年下のメンバーを思いやる心を忘れないのがよくわかりますよね。男女問わず人気があるのもうなずけます。これだけでも十分魅力的な目黒さんですが、彼は努力家でもあるのです。2017年に上演された滝沢歌舞伎で、出演者が怪我をするというトラブルがありました。その時の代役を務めたのが目黒さんです。代役の要請があったのが、公演前日の夜11時頃という、とても差し迫った時間帯でした。しかし、無茶ぶりとも言えるキャスト変更にも物おじせず、振り付けやセリフを一晩で全て完璧に覚えて、見事に代役を演じ切ったのです。さらに、翌年の滝沢歌舞伎では、ついにメインキャストとして舞台に立ったのですが、その際も、スケジュールの都合で数日間しか稽古に出られなかったのにもかかわらず、本番では見事な演技を披露したといいます。努力家という面と、ジャニーズ界の大先輩でもある滝沢秀明さんからの評価がかなり高いということも伝わりますね。ここで目黒さんのご家族について詳しく見ていきましょう。まず父親ですが、身長が186センチもあり、見た目は芸人シソンヌの長谷川さんにそっくりらしいです。こわもてなところもあるけれど、スノーマンのコンサートには必ずと言っていいほど顔を出しており、息子レンさんに対する溺愛ぶりはファンの間でも有名ですね。レンさんとは別に同メンバーの向井康二さんのファンでもあり、ライブの時には
オレンジのペンライトを振って応援しているとのことです。そんな目黒ファミリーの父親ですが、なんと建設会社の社長を務めています。レンさんのブランド品を身にまとった容姿や普段 SNS で投稿している内容を見ていると、その父親も華やかな暮らしぶりをしているイメージは確かにありますよね。でもイメージや噂ではなく事実なのです。目黒さんの父親は長年大工の仕事をやっており、その経験を生かして建設会社を設立しました。雑誌のインタビューの中でレンさんが、もしも自分がジャニーズの道を断念しても別の選択肢を選べるように建設会社を立ち上げてくれたと明かしています。父親はいつも愛する息子のために毅然とした態度で相手に立ち向かう人物だそうです。レンさんが中学2年生の時、校内には彼のファンクラブがあったらしく、ジャニーズ事務所に入所する前から注目の的でした。すると上級生のグループに因縁をつけられ、このままじゃ学校に通えなくなると考えたレンさんは思い切って父親に相談します。息子から相談を受けるや否や、父親はグループのリーダーを呼びつけ正座をさせて厳しく注意したといいます。アフターフォローも完璧で、その後はレンさんとリーダーが仲良くなれるように良き相談相手になったそうです。もちろん厳しいところもあります。特にサッカーに対しては、息子の勝利のため応援に気合が入りすぎてついつい大声になってしまったりすることもあったのだとか。優しさと厳しさを合わせ持った理想的な父親であることがわかりますね。目黒ファミリーの母親に関しては詳細な情報がありませんが、よくファンに目撃されているらしく、綺麗な顔立ちであるという噂があります。長男はモデルもやっているジャニーズのアイドル、次男もレンさんそっくりの美男子とのことなので、その母親もさぞかし美人なのでしょう。レンさんは母親のことも慕っており、自炊を始めてからというもの、改めて母親への感謝の気持ちが芽生えたそうです。今までは当たり前のように食事を作ってもらっていたので、自分で作るようになって初めて献立や食材を考えたり、調理工程、後片付けまで料理の難しさを体感したといいます。そんな手間暇をかけてご飯を作ってくれた母親に、美味しいの一言ぐらい伝えるべきだと強く感じたそうです。レンさんがこれまでの行いを顧みることができるのは、それこそ母の愛情の賜物なのかもしれません。目黒ファミリー最後の一人は弟さんです。レンさんより2歳年下で、芸能活動はしていないようです。父親同様、レンさんが出演するコンサートによく行っているようで、目撃したファン曰く、見た目はマジ目黒だと言います。つまり兄のレンさんにそっくりだということですね。レンさんと弟さんは兄弟仲が大変良好で、弟さんは兄思いだそうです。イケメン兄弟が仲良くおしゃべりを楽しむ姿は、想像するだけで幸せな気持ちになれますね。そして目黒蓮さんといえば、ファッションセンスやアクセサリーもおしゃれで、ファンの間では常に話題になっています。代表的なものをいくつか挙げると、2021年のビビ2月号で使用していたハーゴベビーパール、カトゥーン亀梨和也さんがプレゼントしてくれたジャスティン・デイビスローズのネックレスとペンダントヘッドなど、定価で万単位の値段のするものが多いようです。また目黒さんはおなじみのグッチもよく身につけており、
中でも蛇の描かれたスネークシリーズがお好きのようです。2020年6月の雑誌デュエットでは、蛇をモチーフにした指輪をつけているのが確認されています。ファッションリーダーとしての風格も漂わせる目黒蓮さん、今後の活躍も楽しみですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。